こんにちは、渡辺健太郎動画のお時間です。現在私は日航機墜落事故の真相を解明するべく動画を作成しておりますが、前回はですね、自衛隊の初動捜査を時系列に並べ公式にはない発表と比較した内容でしたが、今回は地上からのですね、捜査と救難活動には警察関係各所が捜査活動をしています。今日はその時系列をまとめました。特に今回は公式には表に出ていない群馬県警の本当の情報をですね、群馬県警で事故の第一報を受けた大河原総平氏に聞き取りしていますから、より具体的にまとめて分かりやすく解説します。大河原さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。大河原総平です。それではですね、今回の解説を私の動画に出ていただいている田中さんにしていただき、それを大河原さんに質問を投げかけるという形で進めていきたいと思います。では大河原さんに今日来ていただいてますので、正確かどうか分かんないことがあったんで、今回はもうご本人に来ていただいているので、まあ、ご存知の範囲内で、はい、その穴埋めといいますか、これまで出てきた情報の裏付けをちょっとしていただきたいと思うんですね。それで特に群馬県に関する部分で、動画の中で河村本部長が伝えてることと一般に出てること、あるいは村人の証言ですとか飯塚聡さんの証言の食い違いがあるというところで、まあ、実際どういう食い違いがあったのかというのをもう一回並べてみたいと思いまして、ここに左側に公式記録、本に書かれている関係者の証言ですとか、それがまあ一般に出回っている事実関係というやつですね。でそれ以外の記録っていうのをこちら側に並べてます。トラブルが発生して18時25分過ぎから警察に伝わる大体流れですね、それは18時40分に、これは日経新聞とか一部の新聞出てましたけども、日航がすでに羽田空港に対策事務所本を作ってるんですね。ちゃんとした新聞に出てたんで、これを公式としてるってことです。で45分にはもうすでに羽田に緊急着陸準備体制を日航は指示してるんですが、これも新聞には出てるんですが、その後ちゃんとは出回ってないんですよ。でこれも仕方ないんで、日航さんに直接聞いたら答えられないと。ああ、そうですね。お答えは控えさせていただくと。だからこの辺がぼかされてるんですね。でその後で、これは本当の公式らしいんですが、18時59分 RCC というのは救難支援センターですかね、そこから自衛隊、警察、空自解放、あと航空局にもそれぞれの関係部署に連絡したとなってるらしいんですが、多分これが嘘だろうと、もっと前だろうというところですね。それは18時40分にもうすでに把握して対策事務所ができるってことは、少なくとも警視庁の羽田空港警察署かな、そこにまず連絡が行ってるはずだと。で関係各所にも随時連絡が行って、この緊急着陸体制をもう準備していると。ですから15分ぐらい時間を後ろにずらしている可能性があるんですね。なるほど。で今度は群馬県警ですけども、これは河村本部長も警視庁から一番最初に来てるっていうのは書いてるんですが、19時20分でこれはおそらく早い対応だったのは羽田空港警察署が動いたんだろうという予測まで書かれてるんですけども、まあ確かに早いのは早かったんですけど、ちょっと時間は後ろだろうなと思うんですね。で19時23分これは警察庁本庁から各周辺の自治体県とかに連絡が行ってるんですね。それを23分から35分の間で連絡をし終わってると。これも河村本部長の本に書かれてあることです。まあこれが公式記録っていうことになってますね。で公式以外の記録、ちょっと今言いましたけども、すでにここでこの準備ができてるってことは、もう各所に連絡は18時40分から45分の間にできてると、はい、これは本当はこれなんじゃないかっていうことですね、はい。でさらにマスコミにはすでに流れてしまって、50分前後40分台後半あるいは57分とかその時間帯にニューステロップが各局で流れてるんですね。それを隠そうとしてるらしいんですが、一番表に出てきてない情報が多いんですけども、上野村の方はそのニューステロップを見られて、はい、上野村役場に集まって19時10分には消防担当の方が防災無線を上野村で流して情報提供を求めてると。これが公式といえば公式なんですけど、表に出てない情報なんですね、あんまり。
これは飯塚聡さんが聞き取りをして表に出てきている情報です。当然川村さんはそういうことは知らないというか言わないんですね、はい、で問題はですね、はっきりさせたいのはこの大河原さんが言われていた報道機関から連絡を受けた第一報ですね、はい、群馬県警に届いた第一報がこれより19時10分よりも同じぐらいだった、あるいは前だったかというところで言うと、大体どんなもんでしょうかね。まあ、当時の当日は中曽根総理大臣が軽井沢から東京へ帰る列車警護に従事してまして、それが終わって群馬県警本部に帰った時の感覚なんですけども、大体7時頃、以前にもお伝えしたように19時頃だった。たんではないかなとです、ね、まあ、それより前の17時半頃にはこの日月曜日でしたので、はい、お盆ですので群馬県警ももう退庁の時間になりますから、はい、もう早い人は帰った。私の所属していた警備第2課というところの部屋ももう電気が消えて鍵がかかってたということですので、17時15分前ということはないんですけど、また総理大臣が東京へ帰る列車ですから暗くなったと、暗い感じでの警護をしたという記憶はありませんので、まあ大体19時頃ではないかなというのが私の今の記憶です。はい、実際ですね、ニューステロップが流れて、官邸、政府、国会議事堂官邸にいらっしゃった記者の方たちは、情報がないので、あちこちに電話とかを情報集めをされてるらしいんですね。その中で、警察署であるとか、役場とかいろんなところに電話されてる中の一本をたまたま、大河原さんが受けてらっしゃるということだと思うんであれば、やっぱり7時ぐらいだろうとは思うんですね。そのように思います。はい。はい、それが本当貴重な情報でしてね、やっぱこの辺の話が隠されてしまってまして、マスコミがこれに言ったら警察が後で、役所が後でマスコミが先ということになってしまってると、はい、でこっちから情報が来ないので仕方なく皆さんあちこち電話されまくったというところで、平沢勝栄さんとか当時秘書官やってた方は一体どうなってるんだって、ね、記者が相当押しかけてもですから情報がなかなか出ない状態だったらしいんですね、うん、でその出なかった時間帯がなんか後から公式では後ろにずらされてしまってるというところで、それをまあ明らかにしたいというところで、なるべく関係者の方のお話を聞けたらっていうんで、まあ、いろいろ探していったら、まあ、上野村の方、特に群馬県の方、あとまあ記者の方ですね、そういった方から集めてその穴を埋めてるっていうか、パズルのピースを埋めてるような、言ってるような状態です。で、まあ、補足で言いますと、18時56分、墜落した時間帯にですね、黒沢さんっていう菊の農家の方が、帰り際に山の方にすごい音がして、光がすごいのがあったと、見てるっていうんですね。これは、飯塚悟さんが聞き取りをされてるんですけども、110番はしなかったそうなんですね。これは、川村本部長はこのことについては触れてません。はいはい、だからそういうのはもう嘘を言いようがないっていうかですね、はいはい、事実なんであろうっていうところで今までまとめさせていただいたっていう感じですね。まあ、群馬県警はトップである本部長が、はい、まあ、お酒を飲んで事件の打ち上げで前橋の群馬県警本部から5、60キロ離れている温泉地の旅館もしくは料理屋で打ち上げをしてたと、はい、だいぶ入ってたので正確の情報を持ってこいということで本部長室でかなりえばり腐ってて、その下の幹部も細切れの情報を持っていけなかったということがありますんで、そこで群馬県警の対応としては随分時間が稼がれた。本部長が OK をしなかったので、はい、群馬県警としては動きが遅かったということは一つあると思います、はい、他県警のことはちょっとよく分かんないんですが、はい、まあ、こういう上野村のね、菊農家の人の証言や、はい、これちょうど墜落事故と合ってる証言ですから、はい、そしてまたきっと今こう伺うところによると羽田のこういう対策事務所などの動きで、または消防車なんかも動いてたというようなことがありますから、はいはい、そうですね、はい、マスコミもどこかで異常を感じて、はい、そして何かあったろうというやっぱり、はい、感覚は働いて先に動いた可能性もあるのかなとも思うんですけど、はい、救急車集まればですね、消防車救急車が集まれば、
もう何かあったぞと、少なくともその時はあのバン記者というあの空港担当記者が2人はいたということなので、はい、やっぱ帰ってた方が多かったらしいんですけども、常にいるでしょうけどね、はい、ですから、まあ、はい、そのまとめの中で今回大河原さんの具体的なあの証言をいただいたというところで、まあ、また少し正確になったというところでございます。私も警護の行った日は、要人警護を行った日の実施結果は細かく書いて、従事員だとか日程も記録で残してたんですけれども、はい、この日はそれを残す間がなく、はい、即この捜索活動のまたはあの連絡ですね、機動隊とか、はい、山手の警察署に対する連絡とかに走って、はい、あの動いてしまいましたので、はい、記録がないので、はい、また記録はあるはずですけども、全て県警本部に残してきてしまってますので、はい、私の手元にないというのが実際のところなんですね。はい、それであのちょっと余談になりますけど、この警察庁からの19時23分ですか、はい、事故から3ヶ月ほど経った11月頃に、うん、はい、群馬県警内で会議をした、はい、秘密文書扱い の、 あの日程がですね、ちょっと表で載っていた資料を見たんですけども、はい、3ヶ月経った11月頃の会議でも、はい、第一報が入った時間が19時クエスチョンクエスチョンになってて、まだそこが空欄になってるんですよ。その他の群馬県警が、実施本部を立ち上げたとかなんとかということは表に入ってるんですけ ど、 ど一番先のこの時間がクエスチョンになってるんです。すごいですね、それは、はい、で実際大河原さんが受けられた電話が、まあ、第一報と考えていいわけですよね。私その時にマスコミの方に、当直というのがありますけど、そこに電話 し、はい、しましたかとか、そういうこともご案内したんですが、はい、でその後私もすぐそこに、今マスコミからこういう連絡があったけど入ってるかと言ったら、まだ入ってなかったんです、はい、なるほどですね。ですから私が第一報を受けたに、はい、もう私はこだわってま す、 です、ね、他の課の様子は私も分かりませんけど、はい、まあ、どこの課でもテレビはお昼休みにテレビ見るのでありましたから、はいはい、夕方の執務時間外であればテレビをつけていた可能性もありますけれども、はい、群馬県警はまだ動いてなかったです、はいはい、家へ帰れなくなるから帰ろうって帰っちゃった人間もいるぐらいですから、はい、これだけの重大事件になることが予想されたもので、はい、まあ、余談になりますけど群馬県には飛行場がなくて、うん、私も飛行機に乗ったことがないので、うん、飛行機事故がどんなものかということは、その電話を受けた瞬間は、うん、申し訳ないですけど群馬県には飛行場がないんで群馬県の上は飛行機飛ばないでしょうなんて言ってしまったんですよ、はいはい、電話を切ってからとんでもないこと言ってしまったなと、はい、行方不明になってるんですからどこに行ってるか分かんない、はい、そしてまたあの、まあ、機動隊に勤務した経験から新東京国際空港成田空港の管制塔が壊されて、はい、そして出直し開港が確か昭和53年の4月だったと思うんですけど、はい、その時1年機動隊を出てまた戻った時でずっとあの1ヶ月のうち3週間ぐらい千葉県に応援に、はい、1週間ぐらい群馬県に帰るという半年以上そんな生活があって、はい、飛行機がどれだけ大きいもんかということを認識してましたので、はい、あれが行方不明になってどこかに墜落したとすれば、はい、人が見える範囲にあればもう気がつかないはずがない、はい、ということなんで群馬県だとするとこれは奥深い山だろうなという感覚をすぐ持ち直しまして、はい、すぐあれですね、機動隊の招集やら、はい、連絡にですね、私の判断で機動隊を集めるわけにいきませんので、はい、私の課の上司にも報告して今こういう手配だということで動き出したのが私が一番でした、はい、あ、なるほど、はい、まあ、これちょっとおまけに言っちゃいますと、あの19時10分に防災無線上野村の方出されてますけども、うん、それを飯塚聡さんはそれ伝聞で本に書かれてますけども、うん、同じことをですね、川村本部長はそれ8時だった8時ぐらいだったと書かれてるんですよ本には。で7人ぐらい村民の方から情報が来たって書いてるんですけど、50分も時間をさば読んでるんですね。ですからまあそういう比較をしてあのいくつか事実が浮かび上がってきているというところで、まあ、ご本人の意思なのか、はい、言われてそれをしているのか分かりませんけど、アリバイ作りじゃないですけど時間を随分後ろにずらしていらっしゃっているというところですね。それはですね、やっぱりこの17時もしくはこういう動きがあった時に、はい、群馬県の前橋市県警本部のある前橋から5、60キロ離れたところに、はい、
言っていた本人がアルコールでだいぶメーター上がってたと、はい、いうことでですね、それで群馬県警本部まで帰ってくる時間の空白もあるわけ で、本人からしてみたらその空白を、うん、なるべく後ろに時間をずらせて、はい、そして自分はきちんと対応したんだというふうに言いたいんじゃないんですか、はいはい、いやこれはもうね本当に当時私の持ってる地図で私が長野県警から得た情報で、はい、松本の自衛隊に、はいはい、山火事の井戸を聞いて、はい、そしてこれがやっと見つかったんですけども、うん、私は当時、はい、要人警護でまだカーナビもありませんから、はい、こういう道路地図でこれから行き先を計算したりですね、はい、このところで今見たら高速道路の距離関係とか時間関係とかこんな地図も貼ってあります。本当に古いもんですもう、はい、この地図で決めたのが群馬県内だと言って分かった時なんですから、はいはいはい、これをもって群馬県警も幹部も肩を落として、はい、群馬県警がだいぶ大きな事故を背負い込んじゃったなという感じのですね、はい、時間でしたんで、なるほど、まあこの時間もよく覚えてないんですけど、はい、私は人のうちにこの地図を持って走らせて、はい、行くのに失礼な時間だなという感覚を持ったので、はい、もう就寝する時間おおむね10時頃、はあはあ、10時を回ってたか、はあ、10時前だったかというようなあの時間経過なんですけど、はい、まあいずれにしても12日のうちに分かったことは事実です、はい、ですね、ええ、まあ、これはですね23時8分というのが川村本部長の本にはあの警察庁からの連絡で23時8分にその井戸のことが情報が入ってきたと書かれてるんですねそれではそれちょっと前ですね、はい、はい、そうですね、これこの地図これが現物ですから、はいはい、そうやっていくつかの事実がまあ自分が把握していたという形で書かれていらっしゃるんですけども、そのスタートの把握時間がちょっとずらされてるというところですね、はいはいはい、出どころも含めてですね、ですから本部長としても後ろにちょっと時間を後ろにずらせたい、はい、そういう意図的なことはあるのかなと思いますね、はい、ですね、はい、だからまあ私も断定的に言ってしまって、それは官邸の指示でやってんじゃないかっていうのを思ったんですけど、案外個人的な川村本部長ご自身の都合で時間を後ろにずらしてる可能性の方が高いという。そうですね、うん、群馬県内って決まってしまった、はい、その県警捜索捜査のトップである本部長、はい、これがまあ名前がするほど酒を飲んでたのかどうか分かりませんけど、はいはい、だいぶ酔っ払っていて、はい、大声出してたという話がありまして、顔も真っ赤だったというようなことを言ってましたんでね、はい、それを隠すためにも早く対応したと、精一杯対応したという時間が、はい、まあ後ろにずらしてそこを調整して自分の正当性を言ってるんじゃないかなと思いますけど ね、まあ、普通に考えればそうですね、はい、川村本部長自身は19時半ぐらいにお店で部下から伝達をもらって、でお店のテレビで19時半過ぎ35分ぐらいだと思うんですが、うん、ニューステレップでやってて、はい、でその後テレビを見て指示をして、そのままパトカーに乗って移動したというふうに書かれてます、19時半ですか、はい、じゃあほぼ、まあ、緊急乗車で、本部長自動車、本部長車がですね、はい、いいあの頃はプレジデントだったと思いましたけども、はいはい、あの黒塗りの車にあの緊急自動車指定してるんかって私は知らなかったんですけど、あ後にあの専属の運転手さんから聞いたら、はい、あのよくテレビでこう乗せる、はい、パトライトですね、はい、それが2つつくんだそうです、はい、両側につけて、はい、それでサイレンも緊急車になってるんでサイレンも鳴るということで、はい、それで緊急車で帰ってきた。高速道路はありませんでしたので、はい、平場ですね、17号線の平場で帰ってきてますから、はい、ちょっと高速道路から外れてる、はい、温泉地ですのでね、ですからさらに本部長が帰ってくるのも19時半に連絡を受けて、やっぱり20時20分ぐらいにはなってしまうんじゃないかなと、ね、1時間はちょっとかかんないでしょう、はい、緊急車が来るからかかんないでしょうけども、ね、ずらせたくて後ろへ、はい、ずらせたいという意図がそこにあるのかなと思いますけどね。もう8時にはもう対策本部できてますからね、はい、はい
そこへ何か情報あるかということで電話したら、松本の自衛隊が情報を持ってる、はい、群馬だよという話はこの時は長野はできなかったんだと思うんですね。すでに知ってても病院でのマスコミの取材が重大な発表がかなり神経を使ってた事実があるんですけど、それは